なんか三木谷さんみたいにさ現場に口出さねえからさ三木谷さんの情報解禁お願いしますダメだよそんなこと言っちゃもうハイボールいただいてますもう暑いんだったらビール飲みに行きゃいいのになメジャーリーグのスタジアムなんか野球なんか見てないもんなみんなな大体結構俺衝撃を受けたんだよねあれ意外と、ま、全然なんかこっちら野球見てねえじゃんみたいな何しに球場来てんだと思ったら楽しみに来てんだなと思って鍋つれ死んだら変化するかなとかお前人が死ぬこと考えんなお前鍋つれさんは90何歳だ今8歳ぐらいじゃねえか大丈夫かお前あれラモンとルーカスってどうやって入団したんだっけなんか三木谷さんみたいにさ現場に口出さねえからさ随分出すらしいですかねいやすっごい口出すらしいよ三木谷さんはもうだって俺さその楽天球団長いこと社長やってたさ立花洋蔵って仲良くてさ大変だったらしいよ打順まで言うらしいからねどう試合中に電話かけてくるらしいよ俺が試合中に電話かけてきてさ、うん、あの荒牧のピッチングなんとかしろみたいに言われたらちょっとうざくない、はいまあ、三木谷さんそうらしいよ、はい、そうですね孫さんは金は出すけど口出さないって内川選手が言ってたまあそれは多分そうだと思いますね三木谷さんの情報解禁お願いしますガーシーさんが やってくれると思います僕は怖くてできませんそんなこと三木谷さんサッカー口出しますかめっちゃ口出すらしいよいやそれはだって立花洋蔵に聞いた話だからさあのリアルな話ですよリアルな話三木谷ルームで野球観戦しましょうやめてください本当にロリタニーさん元気ですか知るかバカ俺にあの炎症させんなお前プレモンさんは電話で選手交代時出さないから好感も出ますいやそれ三木谷さんだけだからさ本当そんなこと普通しねえからめんどくせえからさあさあ来たあーツーベースヒットですねあ危なかったね今ピッチャーどういう気持ちなんですかこれもう取られたのは仕方ないんで切り替えて、うん、もうここは確実にでもさいやわかんないけどさ、はい、うわーってなってないのだから俺なんかいろいろ聞きたいわけこのピッチャーのこういう時のなんか心境、はい三木谷ならここで電話って面白いね知らんがなでも電話してそうだけどねヒットで3失点目いきましたちょっと厳しいね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 さあどうなるピッチャーダメージはありますね次のピッチングどうなる、まあ、自分結構も力入っちゃいますねほらやっぱりちょっと力んでしまうじゃあピッチャー交代ですね三木谷さんに一日監督で来てもらいたいですなんか三木谷さんファン多いねうちの配信ピッチャー三木谷されたって三木谷さんのこと悪く言いすぎだろお前ダメだよそんなこと言っちゃう